鹿児島東西幹線道路から、鹿児島インターチェンジを望む鹿児島インターチェンジの、構造鹿児島インターチェンジは、鹿児島県鹿児島下上八丁目にある、九州自動車道、南九州にしまわり、自動車道、イブスキスカイライン、鹿児島東西幹線道路のインターチェンジである。鹿児島東西幹線道路の起点、九州縦艦自動車道鹿児島線、南九州にしまわり、 自動車道、イブスキスカイラインの終点である。また営業上の案内はなされていないが、法令上において、九州縦貫自動車道鹿児島線と同様に、鹿児島市が終点となっている東九州自動車道の終点道にもなっているほか、南刹建貫道の起点に位置にも指定されている。九州自動車道の終点であり、青森県から続く、縦貫自動車道としては最南端となる。 1988年3月29日に共用開始。周辺には西郷団地や竹岡団地などの住宅団地、鹿児島流通業務団地が広がっている。しか島インターチェンジには料金所は設置されていない。九州自動車道は鹿児島北インターチェンジ間は鹿児島北インターチェンジの出入口で支払い、薩摩吉田インターチェンジ北との間は、 鹿児島 TV で通行券の受け取り料金支払いを行う。そのため、薩摩吉田インターチェンジ間以降は、鹿児島北インターチェンジと同一料金である。イブスキスカイラインは2 5トル先の山田料金所で料金を支払う。南九州自動車道は隣の鹿児島西インターチェンジまで無料区間であり、鹿児島東西道路、鹿児島バイパスは 無料で通行できる。ジャンクション形式になっており、鹿児島インターチェンジから直接一般道に降りられないため、鹿児島市街方面へは、国道3号鹿児島バイパスによって、竹岡トンネルを通過しそのまま、県道24号へ接続するか、田植え IC を経て、県道24号に接続することになる。松本、日置方面へは、 南九州西回り自動車道鹿児島西、インターチェンジでおり、鹿児島県道24号鹿児島東一帰線へ接続する。東 IC で直接接続する道路はすべて自動車専用道路であり、東 IC は全方向へ進行可能なフルジャンクションとなっている。インターチェンジの構造としては、一点都市型と呼ばれる三層構造を取り、滑走では、 南九州西回り自動車道と鹿児島東西道路、鹿児島バイパスが本線で直結、上層では九州自動車道とイブススカイラインが本線で直結、中層では本線で直結していない各道路が接続している。この中層では連結路が平面交差しており、左折方向は常時進行可能であるが右折となる鹿児島市外九州道。 イブスキスカイライン鹿児島市街南九州道イブスキスカイライン九州道南九州道方向は中央部に設置された信号機に従って進行しなければならないありがとうございます